付添人第10条少年及び保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任することができる。ただし弁護士を付添人に選任するには家庭裁判所の許可を要しない。第2項保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添人となることができる。呼び出し同行第11条家庭裁判所は事件の調査または審判について必要があると認めるときは少年または保護者に対して呼び出し状を発することができる。第2項家庭裁判所は正当の理由がなく全校の呼び出しに応じない者に対して同行状を発することができる。緊急の場合の同行第12条家庭裁判所は少年が保護のため緊急を要する状態にあってその福祉上必要であると認めるときは前条第2項の規定にかかわらずその少年に対して同行状を発することができる。第2項裁判長は休息を要する場合には前項の処分をしまたは合議体の構成員にこれをさせることができる。同行状の執行第13条同行状は家庭裁判所調査官がこれを執行する。第2項家庭裁判所は警察官保護観察官または裁判所書記官をして同行状を執行させることができる。第3項裁判長は休息を要する場合には前項の処分をしまたは合議体の構成員にこれをさせることができる。証人尋問鑑定通訳翻訳第14条家庭裁判所は証人を尋問しまたは鑑定通訳もしくは翻訳を命ずることができる。第2項刑事訴訟法中裁判所の行う証人尋問鑑定通訳及び翻訳に関する規定は保護事件の性質に反しない限り前項の場合にこれを準用する。検証押収捜索第15条家庭裁判所は検証押収または捜索をすることができる。第2項刑事訴訟法中裁判所の行う検証押収及び捜索に関する規定は保護事件の性質に反しない限り前項の場合にこれを準用する。援助協力第16条家庭裁判所は調査及び観察のため警察官保護観察官保護士児童福祉士括弧児童福祉法第12条の3第2項第4号に規定する児童福祉士を言う。第26条第1項において同じ括弧閉じまたは児童委員に対して必要な援助をさせることができる。第2項家庭裁判所はその職務を行うについて公務所公私の団体学校病院その他に対して必要な協力を求めることができる。看護の措置第17条家庭裁判所は審判を行うため必要があるときは決定をもって次に掲げる看護の措置を取ることができる。1家庭裁判所調査官の看護に付すること。2少年鑑別所に送致すること。第2項同行された少年については
看護の措置は遅くとも到着の時から24時間以内にこれを行わなければならない。検察官または司法警察員から拘留または逮捕された少年の送致を受けた時も同様である。第3項第1項第2項の措置においては少年鑑別所に収容する期間は2週間を超えることができない。ただし特に継続の必要があるときは決定をもってこれを更新することができる。第4項前項正し書きの規定による更新は1回を超えて行うことができない。ただし第3条第1項第1号に掲げる少年にかかる死刑懲役または禁錮にあたる罪の事件でその非行事実犯行の動機対応及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む以下同じの認定に関し証人尋問鑑定もしくは検証を行うことを決定した者またはこれを行った者について少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じる恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある場合にはその更新はさらに2回を限度として行うことができる。第5項第3項正し書きの規定にかかわらず検察官から再び送致を受けた事件が先に第1項第2項の措置が取られまたは拘留状が発せられた事件であるときは収容の期間はこれを更新することができない。第6項裁判官が第43条第1項の請求により第1項第1号の措置を取った場合において事件が家庭裁判所に送致されたときはその措置はこれを第1項第1号の措置とみなす。第7項裁判官が第43条第1項の請求により第1項第2号の措置を取った場合において事件が家庭裁判所に送致されたときはその措置はこれを第1項第2号の措置とみなす。この場合には第3項の期間は家庭裁判所が事件の送致を受けた日からこれを起算する。第8項看護の措置は決定をもってこれを取り消しまたは変更することができる。第9項第1項第2号の措置については収容の期間は通じて8週間を超えることができない。ただしその収容の期間が通じて4週間を超えることとなる決定を行うときは第4項正し書きに規定する事由がなければならない。第10項裁判長は休息を要する場合には第1項及び第8項の処分をしまたは合議体の構成員にこれをさせることができる。異議の申し立て第17条の2少年その法廷代理人または付き添い人は前条第1項第2号または第3項正し書きの決定に対して保護事件の継続する家庭裁判所に異議の申し立てをすることができる。ただし付き添い人は専任者である保護者の明示した意思に反して異議の申し立てをすることができない。第2項前項の異議の申し立ては審判に付すべき事由がないことを理由としてすることはできない。第3項第1項の異議の申し立てについては家庭裁判所は合議体で決定をしなければならない。この場合においてその決定には
原決定に関与した裁判官は関与することができない。第4項第32条の3、第33条および第34条の規定は、第1項の異議の申し立てがあった場合について準用する。この場合において第33条第2項中、取り消して事件を原裁判所に差し戻し、または他の家庭裁判所に移送しなければならないとあるのは、取り消し必要があるときはさらに裁判をしなければならないと読み替えるものとする。特別抗告第17条の3、第35条第1項の規定は、前条第3項の決定について準用する。この場合において第35条第1項中2週間とあるのは5日と読み替えるものとする。第2項前条第4項および第32条の2の規定は、前項の規定による抗告があった場合について準用する。少年鑑別所送致の場合の仮収容第17条の4、家庭裁判所は第17条第1項第2号の措置を取った場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもって少年を仮に最寄りの少年院または刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。ただしその期間は収容した時から72時間を超えることができない。第2項裁判長は休息を要する場合には、前項の処分をし、または合議体の構成員にこれをさせることができる。第3項第1項の規定による収容の期間は、これを第17条第1項第2号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみなし、同条第3項の期間は少年院または刑事施設に収容した日からこれを起算する。第4項裁判官が第43条第1項の請求のあった事件につき、第1項の収容をした場合において事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容はこれを第1項の規定による収容とみなす。児童福祉法の措置第18条、家庭裁判所は調査の結果、児童福祉法の規定による措置を相当と認めるときは、決定をもって事件を権限を有する都道府県知事または児童相談所長に送致しなければならない。第2項第6条の7第2項の規定により、都道府県知事または児童相談所長から送致を受けた少年については、決定をもって期限を付して、これに対して取るべき保護の方法その他の措置を指示して、事件を権限を有する都道府県知事または児童相談所長に送致することができる。審判を開始しない旨の決定第19条、家庭裁判所は調査の結果、審判に付することができず、または審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。第2項家庭裁判所は調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず決定をもって事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。